さあ、ユニクロのウォッシュワークジャージ、ジャケットになります。こちらオフホワイト、新色でございますね。今年春からの新色でございます。まあこちらの、非常に評判のいい、ジャケットでございまして、例えばネイビーなり、オリーブ、あるいは、何でしょうか、ブラウン だとかでしょうかね。これで撮って、まあ、なかなか昨年から好評がいいと。そしてまあ今オフホワイトも出たということで、まあちょっと興味が湧いて、まあ購入してみました。まあ確かに非常に色としてはよろしいです。まあ綿 96% ということで非常にこう綿の色が強いと。そしてボタンも大きめであり、まあポケットあっての、そうですね。まあなんというか今回 L サイズ、L サイズ。僕は171センチ、体重64キログラム。日本人男性の標準体型をしておるのですが、僕は M サイズがジャストサイズになります。ということは、L サイズを購入したということは、ワンサイズ上で購入したということです。まあこの、パッとこう、ハンガーにかけてみた印象としましては、この着丈がまあそんな長くない、まあそこそこ短い感じでございますわね、これ。うん、ということはまあレイヤードがしやすいだとかそういう感じになるんでしょうかね。うん。なかなかこのオフホワイトの色が非常に良く、うん。非常にまあ、綿ですのでね、非常に春らしいジャケットということになりそうです。それではまあ、着てみましょう。さあ、いかがでしょうか。なるほど。なるほど。人気がある理由がわかります。この、ウォッシュジャージワークジャケット。非常に何かこう着やすい。しかもこのオフホワイト、非常にこの清潔感がある感じで、何かこう春らしく一気に春が来たという感じがします。さあ、そして L サイズということもあって、まあそこまでこう大きくはないのですが、まあちょい大きめということで何かこう、L サイズというのは非常にはバランスがいいなという印象を、言わざるを得ません。どうでしょうか。このまあデザインとしてもシンプルに、このパッチポケットがこう3つあり、そしてまあ一番上のボタンを止めないとまあちょっとこのオープンカラーになって非常にまあこうアクティブということ。そしてまたシルエットとしても非常にこのまあゆったりとしたさまあなんというかまあスタンダードであるという感じで、で素材はまあコットン 97% でございますから非常にこのうん。春らしい、この肌触りも良いと、そして色も良しと、これいいんじゃないの?という感じがします。2990円ということでございますね。これ春の新色でございます。うん。よろしいですね。まあ L サイズということで、ちょっとまあ1枚羽織ってみてもいいのかもしれません。まあその前にちょっと全身行ってみましょう。さあ全身です。いかがでしょうか?非常に着丈感も、ぴったりと言わざるを得ません。なかなかこう黒と白で非常にこうバランスの取れた感じです。細身のパンツにも非常に合うような、ウォッシュジャージジャケットでございます。よろしいですね。シンプルに黒と白、そして革靴で決めてみても何かこう、何か良さげの大人っぽさ、そして清潔感、男に必要な二大要素を十分に兼ね備えた、シルエット、あるいはデザイン、あるいは佇まいになっておるのではないかと。思われます。うん。素材もいいですね。このオープンカラーに見になるのも非常に何かよろしいかと。うん。このオフホワイトというのが非常に効いておると言わざるを得ません。まあちょっとジャケットでも羽織って。さて、春の感じとして、少し大きめな紺色のブレザーを羽織ってみるというのもいいのかもしれません。その時は一つ一番上のボタンまで締めて、少し、大人っぽく、振る舞ってみると。振る舞いはまあ大人かどうかというのはまたこれは話の別の話ですが、佇まいとしては少し、アダルトな雰囲気を出すというのがよろしいのでしょうかね。まあもう、まだもう春というにはもう少し遠いですから、やはり、ジャケットを着たりするのもいいのかもしれません。まあ、少し綺麗めなスタイルすぎるといえば、あれでも着てみて。さあ、ジージャンです。ジージャンになると逆にこう、ちょっとレイヤードが効くという感じになって、なかなかいい感じになると思います。ウォッシュジャージワケットは、ジージャンよりもちょっと着丈が長いという感じで、まあレイヤードにもなって、黒、白、プラス一色、青のこの黄金カラーという、三つどもえが決まって、まあそこそこいい感じ、そこそこどころかかなりいい感じになっとると言わざるを得ません。やはりおしゃれの、ステップを階段を上がっていくためには、やはりこの基本というものもしっかりと抑えねばならんという感じになっております。さて、今年のトレンドらしく、ワイドトラウザーを履いてみるというのもいいのかもしれません。これは GU のワイドトラウザー、非常に使いやすいパンツでございます。ストライプ柄ということで、ノームコアの時代を脱して、少しずつポイントのある柄を入れておくと
いう感じで、非常にこう合わせやすいと。それに対してこのウォッシュジャージーワークジャケットのオフホワイトが非常にマッチしておると言わざるを得ません。どうでしょうか。よろしいですね。非常によろしい。しかし、まだ冬ということで、もう一枚羽織って。さて、黒い大きめのシャツを無理やり羽織ってみる。無理やりではないんですけど、別にこうシャツ、黒いのシャツを羽織ってみてもいいのかもしれません。黒の中から白色がチラ見せすると。ここで黒、白、黒となる、この、なんというか、それもまたよろしいのかもしれません。その黒のシャツ、オープンカラーを重ね着するでして、一つこう、まだまだこの季節感というものをまだ失ってはいけないということもありなのかと思います。さあ、シェフパンツです。シェフパンツと合わせても、さすがに、ウォッシュワークジャージージャケットも非常に、合っていると言わざるを得ません。結局その何のズボンを履こうがおそらく合うのでしょう。それはなぜかといえば、このオフホワイトの色、素材が非常によろしいからです。これが春とマッチしているから非常に合うという感じになっております。そして今回は L サイズというチョイスでした。オフホワイトを選んだということは膨張色を選んだということになりますから、僕はあえてワンサイズ上、普段ならこう2サイズ上の XL で勝負しに行くというところですが、今回はあえて L サイズ。L サイズを選ぶことによって、ちょっとインナーとしての役割も果たすことができると言えましょう。ウォッシャブル、ジャージージャケット。これは非常にウォッシャブルではないんですが、非常にこの、ドレス、カジュアルのバランスが取れたハイブリッドのアイテムということから、やはりこういうアウトドア系の、ほっかぶりパーカーを着ても、非常に大丈夫と。アクティブウィンドプルーフ、ほっかぶりプルオーバーでしたか、そういうやつでしたが、非常にこのよろしいと。これを着ても何に着ても結局合うと言わざるを得ません。いろいろとこれ着る楽しみが増えて、全然使いやすい。まさにハイブリッドの中のハイブリッド。さあ、本命のパラシュートパンツです。いかがでしょうか。このまさに春の色同士のこのこ、コラボレーション。非常にどうでしょうかね。よろしいと思います。グレーとホワイトで、ワントーンコーデをまさにやっつけてみると。で、中の黒でこれ生えて、ちょっとドレスなメガネをかけるということで、非常にこのよろしくなった。さらにヒゲのワイルドさも加わって、非常にバランスの取れた、無理やりこじつけたような、コーディネートになっておると言わざるを得ません。いかがでしょうか。この素材感のね、ナイロン多めと綿多めのこの、対比も非常にこう、喧嘩し合わず喧嘩もすると。なかなか非常な、まさに、よろしいかと思われます。さて、L サイズを選んだことによって、インナーにも使えるよということで、僕は喜んでこういろんなアウターを外で羽織っているわけですが、しかし客観的なご意見というものも必要です。一体こいつは何を上着たり脱いだりしているんだと言われても、これはしょうがないっちゃしょうがないのですが、しかし、L サイズを選んでワンサイズ、落として着ることによって、外に着たり中に着たりと自由自在、ファッションは自由自在と、有識者の人も言っておられたような、おられなかったような、そこら辺は勘弁してもらいましょう。先日僕のアシスタントから、いや、一番履いている、一番今お気に入りのアイテムは何なんですか？と聞かれたんですけども、その時僕はこう答えました。ミラクルエアーだね。別に好きでもないんだけど、特に僕の、紹介もしてないんだけど、ミラクルエアーは好きなんだよねって、ちょっと僕、答えてしまったんで、そういえば、特にね、僕も別になんとも思っていいとは思ってないんですけども、なんとなくミラクルエアーをこういつも履いてしまうんですよね。このやっぱり色の風合いというかね、何かこういつも履いてしまってね、お気に入りというわけでもないんですけど、ついつい履いてしまうという感じで 失礼した。ノーカラーカーディガンの優秀さはやはりピカイチでしょうね。このシンプルな感じ、しかもポケットもしっかりあるという、なんという素晴らしさ。まさに、この春大活躍間違いなしと言わざるを得ません。このポケットもなんか深さもあって非常にいい。しかも実際ポケットは外からあまり目立たないという、何かこうシンプルで色も良くて、スウェードタッチのノーカラーカーディガン、GU の
超大型店に売っておるということになります。まあそれよりもまあ今はこっちの、ジャージージャケットですね。こちらの良さが素晴らしい。そして僕はよく履いているのがこのミラクルエアジーンズでございます。そんなお気に入りでもないんですけどもね。なんかよく履いてしまうんですよね。なんででしょうかね。ほらっていかがだったでしょうか。ウォッシュジャージーワークジャケット。なぜ人気だったのか一目で分かったような気がします。そして特に今回オフホワイトを買ってまさに正解だったと言わざるを得ません。なぜならば今回春の新色、春、この春に向けてのまさに、この爽やかな感じ、まさに大人っぽさと清潔感を合わせ持った、ハイブリッドジャケットと言わざるを得ません。そしてコストパフォーマンスも良しと言わざるを得ませんね。よろしかったと思います。さあ、そして、今日、ミラクルエアージーンズをまあよく履くんだよねという感じなんですけども、ミラクルエアージーンズとウォッシュワークジャケットの相性は素晴らしいと思われた方はいいねの方をよろしくお願いします。そしてまたおいおいと、もっと春の品物をやらんかいと言われるお方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。ごきげんよう。また明日。